ドジャースの大谷翔平、29と結婚した元プロバスケットボール選手の田中真美子さん、27。18日は、親善試合、ドジャース、韓国代表、高弱スカイドームの試合会場に姿を見せ、大家を応援する姿が中継でも映し出された。15日に大谷選手と共に韓国入りし、初めて2ショットを披露してから、とにかく夫妻の姿は注目を集めている。 球団公式カメラマンであるジョン・スー・ホー氏が、自身のインスタグラムに、機内などで仲良く寄り添う2人の姿をアップしており、結婚してからより寄せるも大,大谷夫妻をし、と、大谷夫妻をし、を宣言する人たちが続出。特にタンクトップに黒のジャージをラフに重ね着し、ナチュラルメイクを施したマミコさんに目を奪われる人が多いようだ。マミコさんのおかげでナチュラルメイクが流行りそう。 派手な見た目にしなくても、内面から美しさがにじみ出る女性になりたいと思った、などと、まみこさんに憧れを抱く声が散見されている。2月29日、相手の素性を明かさず大谷が結婚を発表した際は、ショックを受けて、大谷ロスに陥る女性ファンも多かったため、結婚相手の素性を明かすことは大谷にとっても緊張する局面でもあったのだろう。しかし、蓋を開ければ、 同性からの多大な支持を得たさん支持される最大の理由は何なのかナチュラルで異性を意識しすぎない姿勢も好印象最大の理由は異性を意識しすぎた印象がないという点ではないでしょうか前夜祭のパーティーにも私服で参加しており過剰に着飾った服装やメイクじゃない自然体で自己顕示欲を感じさせないところも同性が好感を抱点だと考えられます 吉高由里子さんや食部美華子さん、黒木春さんなど、ナチュラルな印象の塩顔美人の女優は同性人気が高い傾向ですが、真美子夫人も同じような系統といえるでしょう、女性誌編集関係者。またどんな人と結婚するのか、国民の多くが期待半分、ハラハラ半分といった形で大家を見守り続けてきただけに、真美子さんの普通の人感に改めて安心している人も多いようだ。 結婚発表翌日の囲み取材で、結婚相手について日本人の方です。至って普通の人というか、と答えていた大谷選手ですが、麻美子さんの経歴は、早稲田大学に進学した強豪エリートコースで、富士通レッドウェーブのプロバスケ選手として活躍。ハイスペな経歴であるのは明らかですが、それを鼻にかけた感じが一切ない素朴さに安心感を抱いた人も多かったでしょう。 そういった姿勢も大谷選手に似ており、どの角度から切っても、お似合いと言わざるを得ない2人だと思います。スポーツ紙編集者。自己顕示欲を感じさせない素朴なナチュラル美人のマミコさんは、塩顔女子たちの希望を担う存在にも。